この春ドラえもんが映画館に帰ってくる。ドラえもん、未来がどうとか理想がどうとかブランコに揺られふと考えてた。初めまして、パプと言います。小さくなって遊ぼう。やっほー、すごい。僕は僕をどう思ってるんだろう。いいの、嬉しい悲しいどっち。ダメだ、置いていくなんてできないよ。この星に再び自由。姉さん、パピカ、僕たち仲間だからね。みんな行こう。見せる。友達も